日本鹿児島県鹿児島市有屋、田町有屋田町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国日置郡移住院豪有屋、田村、日置郡芸住院村大技、有屋田、日置群郡山町大技有屋田。郵便番号は891-1107。人口は162人、世帯数は97世帯。面積は1.9平方キロメートル。 鹿児島市の北西端、神の川上流域に位置する。町域の北方には、鹿児島市郡山岳町、南方には、日置市住院町、中川、日置市住院町麦生田、西方には、日置市住院町上、神殿、東方には、鹿児島市、西又町がそれぞれ接している。町域を南北に流れる神の川沿いに水田が開け、神の川に沿って、 鹿児島県道40号移住院課も水辺線が通っており、その付近に集落が多く所在する。また、変地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に、基づきあり八田町の全域が有屋田変地に指定されている。有屋田という地名は、室町時代より見え、薩摩国三井院のうちの名だなであった。 有田を治めることとなった伊集院氏一族の麦田、吉久の次男忠房は、有田氏を名乗った。有田氏は、慶長5年に、日向高岡里に移された。江戸時代には、薩摩国日置群伊集院里のうちであり、島津市の直轄領となった。村高は、天保郷町では335国余り、群村高辻町では335国余り、 三州五地西洋欄では302国余り、急行急流取調べ町では289国余りであった。国高は、江戸時代中期には、減少傾向にあったが、江戸時代中期から、明治時代にかけて、微減の傾向が見られ、大きな変化はなかったという。薩摩藩の門割制度における門として、移住移入一書記によれば、宮田門、北門、吉村門、 徳永門の四つが存在していた。明治時代初期の鹿児島県知事によれば有田村の人口は244名であり、うち氏族が59名、平民が185名であり、200人規模の小さな村であった。下井住院村における有田の1889年に、 町村制が施行されたのに伴い、移住院里の北部の区域にあたる名は白川村、野田村、神の川村、宮田村、寺脇村、上神殿村、竹村、下神殿村、桑畑村、麦育田村、優也、田村の区域をもって、日置郡で移住院村が成立した。それに伴って、それまでの優也田村は、下移住院村の大技、有屋田となった。 1956年9月30日には、町村合併促進法により下伊住院村が、伊住院町、東市木町、日吉町及び郡山村にそれぞれ、分割編入されることとなった。郡山村長と下伊住院村長が連名で、鹿児島県知事に提出した、下伊住院村を廃止、郡山村に編入合併することについて、申請書には、 アリアタおび学は、自然的、経済的、文化的、交通面的にも、郡山村と同一環境にあり、1902年より、郡山村に編入を希望していたこともあって、郡山村に編入する旨申請したと、記載されている。これにより、分割編入が実施された当日に官報に、掲載された、総理府告示町村の配置文号によって、 下井十院村の大技ありやたは、下井十院村大技学と共に、郡山村に編入され、同日の官報に掲載された、総理府告時、村を町とする処分によって、郡山村が即日調整施行し郡山町が、成立した。編入に伴って、大技ありやたは、郡山町の大技となった。また、合併に伴って、それまで、 下井住院村立教信小学校に通学していた有明地区の小学生70名は郡山町立郡山小学校に新年度をもって通学区域が変更されることとなった。2004年11月1日に郡山町が吉田町、松本町、木入町、桜島町とともに鹿児島市に編入された。合併に際して設置された。 法定合併協議会である、鹿児島地区合併協議会における協議によって、郡山町の区域の大技については、字の区域を廃止し、当該廃止された字の区域に相当する区域により、新たに町の区域を設定し、その名称については、表示案に基づき、各町の意向を尊重し、合併までに調整するものとすると協定された。前述の協定に基づいて、 合併前の10月26日に、鹿児島県の国示である、町の区域の設定及び、地の廃止が、鹿児島県広報に掲載された。この国示の規定に基づき、それまでの大技有り田は廃止され、大技有り田の全域をもって新たに、鹿児島市の町、雄谷田町が設置された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である。里岳管郵便局私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。